ブックアイランド Jr. マテ店バックヤードからお伝えしてますはいえー、はい、町田さん、えーと、d チューバーフェス決勝進出おめでとうございますありがとうございますこれさ、いや、あの撮影自体は一月ぐらい前じゃないですか撮影はそうですね、だよね撮影の日付ぐらいは言っていいあ、いいんじゃないそれはえっと、8月の10日と11日です、ね、はい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 、じゃあもう約、約ね。 一月ぐらい。まあ、二日にかけて撮影されたと思うんですけども。え、まあ、撮影帰ってきてからもちろん結果とかはこちらも聞けないわけですよ。うん、まあも、もう知ってはいるわけです、ね、もちろんだって出演者だもんね。試合の結果はもちろん知ってるし、はい、なんなら今から公開する決勝戦の結果も知ってるけども、もちろん言えないと。はい、ね、匂わせることもできないと。ま、ちょっとそういうものですから、ね、いや、そうだよ。今日ザメだもん。もう、はい、こちらもだから聞けないけどさ、はい、でも店の子供たちとか聞いてくるわけじゃん。はい マッチンさんどうだったんですかとかさ、はい、頑張ってくださいとかね。あの、どういう心境なのその、自分は結果を知ってるけど言えない。みんなからこう言われるみたいな時、どういうふうに思ってんのかなーって。あいや、最初はやっぱりこう、俺はこうだったんだよって、こう、ね、それこそこの、一回戦ちゃんと <laughs> やばい人倒したぞたああ、はいはいはい、言いたいよね。言いたいんですけど。うん。まあでもなんか頑張って黙ろうと思って。そうだね。実は、まあ8月のもは、そうですね。 帰ってきて、数日経ったあたりにはもうなんか、自然とこう、うん、あ、それはちょっと言えないんで。うーん、スルースキルが身についた。スルースキルっていうとなんかちょっとどっかの誰かいやいや、まあ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 。111の横みたいなうーん。まあなんかそんな感じで、まあ割と普通に平穏に、そうですか。はい。わかりました。じゃあ今、今語れるのは1回戦、2回戦ぐらいなの そうですね。一回戦、二回戦と、あと僕の服の話ぐらいああ、そうだな。縦縞のなんで、なんで、なんか言われたの服。いや、あのですね。これ言いたいんですけど。いや、これね、コメント欄で気づいてた人いたんですけど。うん。みんな気づいてたんですよ。何をみんな二回戦から服変わってたのに、俺だけ変わってなかったんですね。え実は。みんな何えいや、見てもいい衣装変えてたの みんな、そう、みんな気づかなかったかもしれないんですけど、みんな1回戦の時の服と、2回戦からの時の服違うんですよ、みんな。うん、それは何後日やった定用ってことえな、なんでいや、違います。単純に2日間にわたっての撮影だったんで、うん、次の日だからみんな服着替えるじゃないですか。うん、はいはいはい。ここから着てる人とか持ってきてる。って思ったんですけど、うん、俺、いや、これね、無駄な気配りだったのかもしれないんですけど、うん 僕らは二日間かけて撮ったっていう手じゃないですか。あって、じゃんけっていうか、二日間かけて、一、うんわかった。僕は出演者にしかわからないことで、みんなからしたら一回戦二回戦っていうのがあるわけじゃないですか。わかった。ら、わかりましたあえて衣装チェンジしちゃいけないと思ったのまずいんじゃねと思って、僕下着だけ変えて、勝手に気遣いしたわけで、そうだ、消臭スプレーとか買わなきゃと思って、プシュプシュってやったりとか、洗ったりとか、なんかやって、 あ、そっかっていうのをちょっと考えた結果あなったっああ、これは言った方がいいね。うん。そうか。服変えない方がよくねって思ったんですよ。あ<ー>2にたら、だって、そうじゃないですか、動画の向こうのみんなからしたら、2日に分けて撮ったなんて、そんな。うー,ーそんなまあね、どうなんだろうね。知ってる人は知ってるのかもしれないですけど、うん、ちょいちょいみんななんかポロって言ってるから。 でもまあなんかはいはいそれはちょっと今びっくりしました僕もはい,いやだからそう服あんま変えない方がいいのかなそ,かいやその見えないところはまあ変えた方がいい変えてもいうかそういう気遣いていうかそういう思ったのはマッチだけだったってことねじゃないですか <laughs> そうですか分かんないですけど、はい、驚きですね <laughs> いやでもやっぱ服に関してはというか、うん、やっぱなんか下川さんなんかはその普通に外から来る時の服と、うん、撮影の時にあじゃあちょっと替えますって言って着替え それは、やっぱ演者として、そうだね、なんかあるんだね。スイッチなのか、うん。なんか、しもさんなんかは、あの、最初初日の撮影の時に、すいません、あの、なんだっけ、硬室とかありますかみたいな。うん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 。そこでちょっと思ったんですよね。そう。そこでもちょっと、やっぱそうだよね、とか。ああ。人変えたらまずいよな、とか。ああ、うんうんう撮影するときは撮影する時の服みたいな。そう。 ちょっとそれは驚きでしたはい <laughs> 実はそういうのがあってあの情報 <laughs> 俺はあえて気を遣って同じの来たんだってことを声を大にして言いたいと、うん、あのそういうことで、うん、はいわかりましたいまはいまあそういうことでえっ、ー、と <laughs> いよいよあさってぐらい決勝が公開されるの <laughs> えとそうですね3位決定戦やったら次決勝だと思うんで今日今日多分3位決定戦だと思うからそうです、ね、多分明日かな、うん、だと思います、うん、かりましたじゃあこれを見てくれる人たちに何かメッセージはありますか ネタバレになれないように気を使いながら言うわけだよね。難しいですね。難しいね。まあ最後まで、あの、ぜひ楽しんでもらえればなっていうぐらいで。うん<ー>。不安なところで終わろうかなと。わかりました。はい。じゃあこの動画を見てみんなはまあ人狼ゲームだとしたら、こいつは犯人、優勝者か準優勝者かっていうのを当てるみたいな感じですね。あそうですね。うん、表情とかを見て。だどっちが勝ったでしょうっていう。ああ<ー>。皆さん予想してもらえれば。わかりました。まあまあとりあえずそれでもすごいことだよ。あ、そうだ。対戦相手は山田さんじゃん。 対戦相手山田さんですくしくもショップ同士っていう,う、ね、お店ですねあ<ー>まあでもねそうですね <laughs> まさか鶴に当たるとは思います、ね、そうだねよく似てる人がいるからねうちの店にそねそこはちょっとびっくりしましたねでも個人的にあんま絡みないんだもんね山田さんとはそうなんですよあったのは GP で1回だけあっただけでであとそうだよねでこれが2回目なんですだからほら例えばシさんとかフラットさんとかみたいに個人的にこうしゃべったり 何度か顔合わせてるっていう人じゃないもんね。全然そういうのない。うん。わかりました。じゃあ、はい、頑張ってください。ありがとうございます。では。